了解、尽力します。に任せよ。この人、我が一撃。そこで、インゲージ。海洋ディスペンサー。終わりにしましょう。どうですか。震えて眠れ。クリーレンバイス。終わりにしましょう。セオ。ここまでだ。楽しめた。ありがとう。私からの手向けだ。道を示しましょう。やります。はあ、我が剣からは逃れられぬ。なるか。終わりだ。命を燃やせ。クラッドパリッサー。ドカンと行くぞ。どうですか。はあ、コンタクトシステムオールグリーン。ターゲットロック。直撃までコンマ02。私の出番ね。我に任せよ。
前に出るぞ、フェイドオブバンガード。決めるっすよ。あーらよっと、我が妙義とくと下るがいい。そうにもならぬ。そりゃ前に出ぞ、フェイドオブバンガード。さあ、射抜かせてもらうぞ。食らうがいい。見えるか、チクチからの牽制を。拳を示しましょう。はっ、はあ、終わりだ。この一死は神々をも貫く約束された死を届けよう。ユーダリルコメント。なかなかやるじゃないか。この調子で魔物の巣へと向かうぞ。魔物の巣？そこに魔物の主がいるの？ああそうだ、この一帯の魔物を束ねているやつだ。毎年我が国の軍を派遣してこの魔物を討伐している。繁殖期に現れる魔物なのだ。今年は想定以上に出現が早い。まあ今回は僕がいるから問題ない。サクッと倒して母上に僕の強さを認めてもらうとしよう。ヘレナさんはアンジェロの強さを認めていたと思うんだけどな。母上が？そんなバカな適当なことを言ってるんじゃないだろうな。サンゴの塔で優秀な成績を収めているって言ってたよ。サンゴの塔か。あんな場所の話聞きたくもない。わかるか、あそこはこの国直轄の学園で僕は王子だ。教師は皆僕の機嫌を伺っている。そんな奴らのつける評価なんて無価値さ。僕は僕の本当の力を皆に知らしめてやりたいんだ。王子なんてものは関係ない。アンジェロとしての魔法使いの力を。アンジェロ？お、今の音はソフィアから聞こえたような。魔物の遠吠えだな。魔物の遠吠えだよ。いや、どう考えても今の音は聖女の腹から。
アンジェロ。なんだよ。わかったよ。魔物の遠吠えだな。それでいいんだろ。そういうことだ。ソフィアに恥をかかせないようにしたのか。鎧で表情はわからないけど、なんだか紳士だな。何か用か？いや、なんでもない。ただちょっとかっこいいなと思っただけさ。と、僕もお腹が空いてきたな。腹が減っては戦はできぬという言葉もあるし、ここは一旦休憩にしよう。あ、アッシュ君、お腹が空いたの？へえ、それならしょうがないよね。休憩にしよう。いいだろう。空腹で雑魚の処理が遅れても困るからな。助かるよアンジェロ。じゃ、今回は僕が何か作ってあげるよ。へえ、アッシュ君って料理ができるの？それなりには得意なつもりさ。ほらソフィア、食べたいものはあるか？え？あ、じゃあ卵料理がいいかも。甘くてふわふわトロトロの卵が好きなの。ふわふわトロトロね。了解、任せておけ。味付けは甘めって言ったよな。アンジェロやランティスはどうする？任せるぞ。お前たちと同じ味付けで構わん。僕はうまければ何でもいいぞ。下手なものを出したらどうなるか分かっているだろうな。へへん、僕の料理の腕を甘く見るなよ。唯一料理だけは僕が誇れる才能なんだ。少しだけ時間をくれ。とっておきの卵料理を披露してあげよう。はぁ、美味しかった。アッシュ君、すごく料理が上手なんだね。気に入ってくれてよかったよ。大口を叩くだけのことはあるみたいだな。正直驚いたぞ。アッシュ、お前傭兵よりも調理人を目指した方が向いてるんじゃないか？あっ、うん、確かにうまかったぞアッシュ。また機会があったら頼む。ああ、任せておけ。外だから調理器具が少ないんだ。王宮の設備を使わせてもらえるならとっておきを披露するよ。いいな、いいな、私も食べたいよアッシュ君。ソフィアも、また今度な。と、腹ごしらえもしたことだし、魔物の巣とやらへ向かうとするか。あ、そうだね。ご飯を食べて元気もりもりだよ。さあ、魔物討伐へ出発。おい、お前らが仕切るな。くそ、こいつらといると調子が狂うな。敗北などありえん。私の出番ね。我に任せよ。
覚悟はいいか。無事ではまずも砕け切れ。死を届けよう。ユーダリルコメント。うわー、ドカンと行くぞ。就寝の支度は終わったか。結構なら自由時間。
私の出番ね。ソフィア、見てろよ。こういったジメジメとした地面には、あ、キノコだ。アッシュ君って物知りだよね。野草系には詳しいだけさ。こういった食材はあまり市場にも流通してないから、自分で取りに行かないと手に入らないしね。魔物の巣が近いっていうのに随分とのんきな奴らだな。もしかして王家の狩りをピクニックかなんかと勘違いしてるんじゃないだろうな。よし、じゃあ私もキノコを探そう。全く僕の話を聞いてない。そう焦っても同じだろう。魔物の主なんて移動するものでもなさそうだし。それはそうだが。見て見て、アッシュ君、あそこかっこいいのが生えてるよ。お、あいつはなかなかレアなやつだな。ソフィア、才能あるんじゃないか。そうかな。聖女からキノコハンターに転職しちゃおうかな。待て待て、それじゃあ教会が困るだろう。せめて趣味にとどめておけよ。ちっ、おい、少しキノコについて教えろ。巣に到着するまでの暇つぶしに聞いてやる。なんだ、アンジェロも興味が出てきたのか。うんうん、アンジェロ君も一緒にキノコハンターになろう。いや、僕には王になるという夢がな。いいからいいから、細かいことは気にしない。僕としたことがなんということだ。結局こいつらに釣られてキノコ採取に夢中になってしまった。大量だね。これで今夜キノコ祭りだよ。これだけいろいろ取れたらいい料理が作れるはずさ。料理人の腕が鳴るぜ。なんだ、うるさい魔物だな。せっかく人が気持ちよく戦利品のキノコを確かめているっていうのに。お前ら、あれが魔物の主だぞ。何、いつの間に現れやがった。ここで会ったが100年目。アンジェロ君、やっちゃって。任せろ、僕のとっておきをお見舞いしてやる。我に任せよ。クリア、セイロー、クリア、時代、クリア、狩りの時間ね。逃がさないわよ。はー、時代か。ここまでだ。楽しめた。ありがとう。私からの手向けだ。
ぞ。おとなしく僕を倒されるがいい。先行連発ヤシャ天神、僕の力を認めてもらえるはず。知ってる？こういう戦い方もあるの。様子を見に来てみれば、なんとか魔物を討伐できたようだな。母上、見てくれ、これが僕の実力だ。手伝ってもらっていて何が実力だ。闇雲に兵を危険にさらしただけだろう。とはいえ、本来ならば軍を投入して倒すべき魔物を少人数で討伐したことは認めてやろう。強さを証明するには圧倒的な武力を見せつける。よくある手だが悪くはない。本当か？うんうん、よかったねアンジェロ君、これで一件落着だよ。そうだな、無茶をして魔物を倒した甲斐があったぜ。アッシュ、ソフィア、助かったぞ。報告には借りができてしまったな。いえいえ、そんな、私たちはただ魔物を倒しただけですし。聖女よ、礼はありがたく受け取っておくものだぞ。もうすぐ日も暮れる。今夜は我がキャンプに泊まっていくといい。とびきりのごちそうを振る舞ってやろう。わーい、ごちそうだってアッシュ君。王宮のご飯か、どんなものが出てくるか楽しみだな。プロの味付けからは学ぶことが多いしな。それとあと一つ個人的な頼み事があるのだが、いいか？はい、構いません、何でもおっしゃってください。ならばアンジェロを連れて行ってはくれんか。どうして僕を？アンジェロ、貴様は未熟だ。能力としても人としての器も聖女に遠く及んでいない。旅に同行し学ぶがよい。それともサンゴの塔で座学を続けるか？座学はもううんざりだ。聖女、僕を連れて行ってくれ。私だけの一存では決めれないと思うけど。ま、団長ならいいって言ってくれるよ。無理なら突き返せばいいしな。そうだよね、その時はパルティア王国まで歩いて帰ってもらおう。この僕の力がいらないというのか？くそ、せっかく人が下手に出てやったというのに、本当に生意気な奴らだな。国翼団の入団試験に落ちた場合は遠慮なく突き返してもらって構わんぞ。あくまでこれは我の個人的なお願いだからな。よし、話はまとまったな。続きはキャンプで話すとしよう。出立は明日の朝でいいだろう。すでに馬車を用意してある。今夜は存分に休め。やった、早く行こう。今日はふかふかのベッドで寝れるかな。王宮のキャンプだからそれくらいあるんじゃないか。僕はどんな料理が出てくるか楽しみだよ。Thank you.
了解。尽力します。なんとかルーム報告まで帰ってこれたな。一時はどうなることかと思ったね。ちょっと休憩したいところだけど、先に今回の騒動を教皇様に報告しなくちゃ。そうですね。おそらく教皇様も詳しい顛末までは把握していらっしゃらないでしょう。オーゼニア開拓国から情報が来るのを待ちつつ、増援などの策も検討しなければなりません。その報告って僕たちも一緒に行くのか？申し訳ないんだけど、教皇庁には教会の関係者しか入れないんだ。国翼団の面々には報告内で待機してもらうことになるわ。了解。まあそうなるだろうと思っていたよ。本当はアッシュ君たちにも報告に加わってもらいたいんだけど。いや気にするなって、これは仕方ないことなんだからさ。ソフィア、アッシュ、戻ったのか。兄さん、もうこっちへ戻ってきていたのか。ああ、と言ってもついさっきだけれどね。オーゼニア開拓国はどうなったの？魔物は食い止められた？問題ないよ。残った騎士たちが体制を整えて、状況は私たちの有利に進んでいる。ハンナはどうなったんだ？あの後僕たちは姿を見なかったけど。私たちも見なかったな。何か別の動きをしているのかもしれない。なるほど。油断はできないわね。この国にまで危害が及ぶかもしれないわ。ああ、早急に状況を整理する必要がある。ソフィア、教皇様へ報告は済ませたかい？うん、これから行くところ。それなら一緒に行こうか。アッシュは国翼団と一緒にこの辺りで待っていてくれ。分かった。そっちのことは頼んだぜ。オーゼニア開拓国への奇襲、それにコンクレーブの関わり、報告することが盛りだくさんですね。そうだね。ちゃんと何をどういう手順で報告するか頭の中でまとめておかなくちゃ。そういうことアレックスは得意だよね。アレックス？難しい顔してどうしたの？なんでもない。こっちだ。行くぞ。こっちって教皇庁とは違う方向じゃない？どこへ行くつもりなの？ねえ、レンちゃん、なんだかアレックスの様子おかしくない？ええ、そう思います。何か普段と違うような。アレックスのことは放っておいて、私たちだけで教皇庁へ行きましょう。ちょっと待つんだ。二人だけでどこへ行くつもりだい？どこって教皇庁だよ。こっちの方角じゃないでしょ。こっちで会っている。心配せず私についてくるんだ。だったら行き先を教えなさい。これ以上何も聞かずについていくことはできないわ。そうか、ならば少し手荒なことをするしかないようだね。まずい。ソフィア様、逃げましょう。
に任せる。どうなってるの？私たちを勝手にするなって。考えている時間はありません。今は急いで方法を切り抜けましょう。目立てて十分だ。覚悟はいいか。君にではたんずも砕け死ぃ。名役のもとに加護を。フッと我が妙義とくと食らうがいい。進軍せよ。勝利は目前だ。これぞ我が一撃。前に出るぞ。フェイドオブヴァンガード。キレッジ毒物め。そこで オブザーバーアネモネから通達。全訪問解放。目標殲滅を最優先。アストレアよ、汚れを払え。やります。はあ、我が剣からは逃れられぬ。
私の出番ね。我に任せよ。知ってる？こういう戦い方もあるの。令約のもとにカゴ。覚悟はいいか。右では三度砕けきれ。名役のもとにカゴ。逃がさぬ。この一瞬必中。行くぞ。遥かユーダリルを越えてゆく。名役のもとにカゴ。はあ、我が剣からは逃れられぬ。ギレッセ毒物め。そのようですね。少々相手の数が多すぎます。こっちの道も塞がれたか。どうする？どうやったらこの場から逃げ切れる？このままじゃ二人とも逃げられないかな。レンちゃん、私を置いて先に逃げて。そんなことはできません。このままだと追い詰められるのは時間の問題だよ。でもレンちゃん一人だったら逃げることはできるでしょ。今状況がおかしくなってること黒翼団に伝えてもらいたいんだ。そんなソフィア様を置いていくなんて私には絶対できません。レンちゃん、これは命令だよ。私のことは構わないで黒翼団のところへ行って。そんな、わかりました。ソフィア様、私が戻るまでどうかご無事で。ここにいたのか。おや、レンの姿が見当たらないな。
何も喋る気はないか。しかし、レンがいないのは好都合だ。これ以上荒っぽいことはしたくない。おとなしく私についてきてくれるね。何が狙いなの？ここではまだ言えない。すまないけれど、黙ってついてきてくれ。ありがとう。じゃあ行こうか。私たち勝てたんだね。終身の支度を。